はい、じゃあ行きまーす。行きまーす。はい、はい、はい、こんにちは。ということで、今回は、買って公開したもの晒し選手権です。皆さんで晒し合って、同じ間違いをしないようにしましょう。はい、買って公開したな、これ買わなければよかったなってものを晒してもらいます。まずは、くんさんからです。はい、こちらですね。バイクです。この、ウラルじゃない方の、やつですね。はい、これです。まあ、なんか、かっこよさげじゃないですか。で、なんか、かっこいいんすよ、実際。大型で、ハーレーのナイトロットっていうやつで、1700cc で、めっちゃすごいいいんすよ。ただ、問題があって、これでやれることは、すべてウラルでやれるんすよね、ほとんど。はい。あのですね、ウラルが意外と便利すぎて、ウラルって強いんすよ。いや、なんか、このバイクだったら、まあ、多少渋滞とかが多少こう楽にはなるんですよね、このバイクは。ただ、ウラルがあまりにも優秀すぎて、まずウラルのいいところ、物が無数に入る。物を大量に輸送できるのね、もう引っ越しできるぐらいウラル使って。段ボール2箱ぐらいだったら持ち運べるぐらいの、こう右にね、乗ってると。で、プラス、まあ、人も乗せれる。人は2人まで乗せれる。バイクは1人しか乗せれないけど、ウラルは2人乗せれるんよ。で、あと、ウラルは楽。めちゃくちゃ楽。運転が。あのね、これバイク乗ってないとわかんないんだけど、まず足つきとかいう概念が存在しなくて、こう、足を地面につけなくていいし、ブランブランさせれるみたいな。で、物も入って、いいところしかないんだよね。まあ、悪いところあるとすれば、でかいから、車とあまり変わらんみたいな。ああ、そう、身長がだよとかっていう要素はある、言うかもしんないけど、このナイトロットってめっちゃベタベタに低いのよ。アメリカンだから、足つきとかいう概念は存在しないんだけど、なんか、ウラルって、こう、なんていうのかな、立てかけるみたいな動作がないのよ。降りた時に。止める工程が存在しないというか。で、あと、もう一個あって、バックギアがある。あの、バックギアがあるのがマジ神。あの、この、ナイトロット重すぎて死ぬ。重い、これ。重たすぎて、ガチで、クソだるい。ホンダに、なんだっけ、ヤマハだっけな、に、バックギアがついてるやつもあるんだけど、そのバックギアとは比べ物にならないぐらいの、普通にグーンって下がれるみたいな。実はこれ、バックギアが入ります。さあ行きましょう。そこまで求めるなら車でよくね。違うんですよね。車だと、走ってても別に気持ちよくないんですよ。ちょうどいいんだよね。なんだろう。なんか酸化税で言うと、あ、なんかウルンルーみたいな良さがあるよね。なんかアーケンだとやりすぎだけど、シラソルだとちょっとみたいな時に、いや、ウルンルーぐらいやっぱいいなみたいな。わかる？シラソルちょっと足りないかな。でもアーケンはやりすぎだな。ウルンルーにするかみたいな感じの、こう、ちょうどいいところ。ちょうどいい感じがする。シラソルは車。説明が難しいんだよ。まあ、二つとも使えばわかる。あの、ウラルぜひ乗ってみてください。ウラルを買わなきゃわからない。ウラル買ったらわかる。ウラルもめちゃくちゃいいんだよ。でもお高いんでしょ？実はウラルの方が安いです。実は、とか言いつつなんですけど、ウラルの方が安かったっすね。あの、こっちのナイトロットの方がバカ高いっす。クソ高い。あの、新しいってのもあるけど、ナイトロットの方が。ウラル1個世代前だから、まあ、別にウラルは別に旧車とかの方がむしろかっこいいしな。ウラル修理できなくなる日来るかも。あのね、そう、大丈夫、解決しました。第三国経由で輸出してるらしくて、ディーラーじゃないんだけど、俺が車検任せてるところに話したら、あの、第三国経由で行けるらしい、どうやら。なんとかなるっぽい、そこは。いや、ロシアのだから、なんかなんとかするらしい。多分ベラルーシ経由とかで輸出するんじゃないかな。なんとかなるっぽいよ、一応。ということで、次行きますか。虹青さん、陰キャ転生、全部揃えようと思って買ったけど、普通に見た目が気持ち悪かったっていうことらしいです。まあ、しょうがないね。クーリングオフってできます？まあ、難しいだろうね。次は、これ出していいのかな ?893 のやつは。まあまあまあ、893がまあ、持ってきたやつなんで、まあ、匿名で許可もらった。はい。買って後悔したものはポチタ。買って後悔したものをポチタで出せば、代理らしいですね。893の。誰かの代理らしいです。本人がちょっと表に出せない人ですので、買って後悔したものはポツタだそうです。しかも飼育放棄までしています。なるほどね。飼育崩壊を起こしてるよね。なんか飼育できずになんか飼っちゃって。で、そのまま、まあ、放し飼いみたいな。最近ペット関係うるさいよ。でも、確かにね、なんか、ちょっといろいろ厳しかったのかね。次は、パクン。何これ？たまごっち？これ、なんすかこれ？なんすかこれ？
たまごっち。なにこれ、こんなん買ったの。そりゃ後悔するわな。次が次、ゲジゲジさんからですね、こちらですね。これなんでしょうね、これ誰かのグッズかな。これなんかプチプチに入ってるな。これ今から発送するのかな、何かどこかに。ただどこかに発送する準備中なのかわかんないですね。なんかプチプチに入った何かしらのグッズですね。メルカリか何かに発送するのかな。これはなんか緑色のグッズがあるらしいですね。メルカリ行きこれ、ね、メルカリに発送する時のやつだよね。これ買い手つくなのか。次はかっちゃん。かっちゃんはなぜかゲーミングノート PC を購入。マジでやばいよねこれ。この話マジ闇深いよ。やっぱ知性がないとやっぱお金って損するんだなみたいな。デスクトップパソコンを買えばいいのに、わざわざなぜかノートパソコンを買っちゃったみたいな。手数料のせいでお金も多く払ってる。なに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 、ペニフギ、なに、どうしたの。何か言いたいことでもあるの。かっちゃん、彼女に買ったこと言ってないラピッドトリガー付きキーボードかっこ3万。あー、ダメダメ。あー、なるほどね。まあ、言ってないんだ。なるほどね。かっちゃん、彼女に節約しようって言ってるらしい。まあまあまあ、まあ、ラピッドトリガー付きかっこ3万円は、まあ別に節約のうちに入らなかったんじゃない、そこは。節約じゃなくて、こう、それはまあもう必要経費みたいな。次。次、ウルンルー。買って後悔したものを。通勤電車で見かけるスマートにトートバッグを持つお姉様に憧れて買った。荷物持ちだから肩にかけると重くて肩痛すぎ。ハンドフリーにならない。全然スマートな会社員になれず、もうちょっと考えて買うべきだった。まあね、リュックが一番かもね。なりたかったなぁ、シラソル。なりたかったなぁ、シラソル。確かに、確かになぁ。次はニューファングさん。遊戯王のデッキ、逆張りで環境じゃないものをでデッキを組み、カードが禁止カードになりめちゃくちゃ弱くなった。こいつ来ないくせに何なんだ。さあ、遊戯王カードを晒しに来た。次、ノルチャ。これ何、これノルチャの、これこれは一体。ジェルネイル、ジェルネイルをする専用の機械など一式。結局家の近くのネイルサロンに通ってるから自分でやらん。サロンのは早いし楽、不器用だから左手ができると思えないし無駄な買い物でした。あー、家でね、家で自分でやるやつ、ネイルのやつでしょ。自分でやるの難しいね。やる人いるよね。でも自分でやる人すごいよな。次は、次は R のジャジャ。なんか大量に届いてます。馬券ですね。大量に届いてる馬券。マイナス1900、マイナス1700、マイナス1700、全部負けてんじゃん。一発逆転狙ってる、もしかして。次はサンドイッチ。音が出ないマイク。どういうこと？音が出ないマイクって。絶対お前の設定が間違ってるだけだろ。ちゃんとパソコンに挿した？それちょっといろいろあって、何があったの？サンドさんが入った当初に、マイク欲しいって言ってて、はい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 。みんなで相談して、まあ別にこれ自体は別に、その悪いやつじゃなかったような気がするけど、まあまあ高くて、まあそうだよね。わからなかったら教えるよって言ったのに、あ、知ってる、それでメルカリ売っちゃったんだっけ？つなげ方とか設定わかんなくてメルカリに放流したらしい。で、1000円のやつを買うっていう。やばいよね、こいつ。やばくない？誰かに聞けばいいのに、聞かずに売っちゃったみたいな。このマイクおかしいんですよ。ディディさん。ディディさん、このマイク変ですよ。空気漏れてない？いや、空気漏れてる話し方すんねん、こいつ。かっちゃんと同齢と対だよ、多分ほぼほぼ。次は、縄付き。外国産のクリーム。あー、これね、アサシン買った方がいい、いいかも。これは。長月そういう用途ってことでしょ？長月この前の、なんでもバスケットで出たやつ。アサシンとか買ってみたら？滑りやすくするためのやつでしょ？プロテクトの方じゃない？まずは。まあ、アサシンのやつだよね。次、ベノムさん。アイコス。アイコス、まずくね？毎回言うけど、アイコスまずいよ。吸えない、俺、アイコスとかも。無理、無理すぎ。ポップコーン吸ってるのと一緒。古い方をカートン式で買っちゃって、あー。トウモロコシの匂いする。あとなんか、人が吸っててもなんか、臭い。アイコス臭いからやめてほしい。普通のタバコはいい。いやーね、JT の陰謀だから、アイコスって。アイコスは JT の陰謀ですよ。
本当はベイプでニコチン入りのリキッドが本当あるんだけど、それを輸入してなくて、輸入できなくさせてるのかなんだかで、だからアイコスとかその専用の機器を売るために、もう利権でわざとやってるみたいな。マジでもう利権やめろ。次、 MS スポティファイギフトブラジル。これブラジル式だろ。これトルコの YouTube ミュージックみたいなさ、それ海外に行くのやめろ、渡航してやるのやめろ、その国によって金額が違うものとかね。まあなんかネットのサービスとかって国によってなんかあるよね。ちなみにシンガポールのネットフリでは千と千尋の神隠しとかジブリ全部見れるんで、ネットフリの価値めっちゃ高い気がする。日本のネットフリではジブリ見れないんだよね。めっちゃ何でも見れるよ。ナウシカとかもあるし、そういう系もめっちゃいい。つくば VPN やめろ。次、マイクさん。これは一体これ自動取引ツールってやつですか、マイクさん。まさかフォレックステスター5、 FX の検証ソフト、 YouTuber がおすすめしたから購入しましたが使えなさすぎて後悔、3万5000円が無駄に。なんかもう涙も出ねえ。意味なかったやな。次、ライム。ライムの怖いんだけど、なんかデッドバイデイライトのキラーかなんかやろうとしてる、なんか DVD のキラーみたいなセットなんだけど。ロープは人を引きずり上げるときに使うらしい。ちなみに本当に人を引きずるときに使うものらしくて、でも長すぎたみたいな。山のやつだね。山で引きずり回すときに使う人を。山でごめんなさい、ライムさん。いやさ、これさ、ライムにさ、実際会ってみたらさ、なんか190オーバーのクソでかいやつで、なんかこのジャケット着て登場とかだったらめっちゃ怖いよ。めちゃくちゃ怖いよね。なんかめっちゃガタイいいみたいなのだったら。刀ばっか、普通にうーとか言えなくなる。怖っ。うーかっこ方向。次は、シラソルちゃん。塗りつぶすと絵が浮き出る楽しい塗り絵100枚。面接行け。面接行け、塗り絵とかせずに。塗り絵する前に面接行ってこい。DM、塗り絵、一人暮らしを始めて PC を触ってなかった時に購入、仕事が休みの日にちょくちょく塗ってたけど諦めた。あー、なるほどね。次行きます。次はラーバフロック。音が良くなかった。そうかな、別にイエッチ普通だけど、俺シンガポールイエッティだよ、俺。あれ、シンガポールイエッチじゃないんだっけ。いや、ゴミです。あー、もうラーバさん的には。価格が高すぎ。あー、結構ゲーム実況使ってる人多いよね。次、エビフライ。あー、これね。なるほど、買ったんだ。買ったけど、まあ、ちょっと意味なかったなっていう。なるほどね。かきかまさんの最推し。かきかまさんモデルだよね。それ俺半年持ってんねん。次、牛タンシグレ。あのね、ここイニーさんなんだけど、これね、これ系はマジで柚子胡椒がいい。いや、そっちじゃなくて、普通に柚子胡椒がいい。そう、そっちの柚子胡椒じゃなくて、マジで柚子胡椒がおすすめ。そっちってどっちよ。そっちのじゃなくてこっちの柚子胡椒のがおすすめ。みんな食ってる方。次、ポムの木監修オムライス。菩薩さんから、ナッシュ契約を検討中の皆さん、ポムの木監修オムライスはやめましょう。確かに卵部分は美味しいですが、糖質量の関係で米部分がなぜかパサパサ、味のしない大豆ミートに置き換わってます。それでオムライスを名乗るのはさすがに無理がある。控えめに言って犬の餌です。冷凍庫にあと1食分残ってます。助けてください。まずいと評判です。あ、そうなんだ。オムドッグフード。いやー、なんか、いや、俺思った。俺糖質制限もしたけど、やっぱそれするぐらいだったら1日1食にした方がね、マシだと思うわ。食の数を減らした方がいいって気がする。次、クリボー。何このクリボー。何ふーん、こっち見んなって気持ちでケツ孵化される。あ、トイレットペーパーか。ふーん。次、ヤナくん、ホライゾンバンダル。めちゃくちゃダサいね。サンドさんをバカにするように買ったものの、本当にダサいし、チカチカして打ち合いに集中できないので後悔。サンドさんこれ好きなんだよね。なんかわかる、なんかオイル使った水って感じしない？わかる、石油と水混ぜましたみたいな感じする。
石油と水混ぜたらこんな色になるよね。なんかわかる、公害が起こってる地域の石油と水、ま、混ぜてカラフルになってる良くないやつみたいな、めっちゃわかる。中国の汚い川みたい、わかるわ。ハワイのタンカーが座礁した時に見た。次はハイハト。一回もサバゲーに行ってない。あー、一回室内サバゲー友達と行こうとしたけど20歳未満親の書類いるって言われて帰った。かわいそう。すごすご帰ってったんだ。次はチュッパ。何これ、タバコ。あー、合法記念に買って1本だけ吸ってひどくむせた。何買ったの、何番買ったの。1とかじゃないと多分ね吸えないよ多分。1がいい。1てかメビウスのオプションパープルの1吸えばいい。で酒に酔ってる時に吸う、そしたら吸える。多分これ8やね。あー、もうお話にならない。1何も感じないって。いやね、こうやって生きがるね、生きがるやついるけど一回ほっとけばいい。こうやって生きがるやついる。1?1 とか何にもなんなくね。これね、生きがるやついるけどもうほっといて、とりあえずタバコに挑戦しようってなったら酒を飲んでる時にメビウスのオプションパープル1を吸ってみる。ほろ酔いとか水っしょ、水いうやついるね。ふん転がし。別に後悔したものではないんですが、最近お口が恋しくなり甘いもんを買いにコンビニに行ったんですよって話。店内に入りふとレジを見てみると同級生の姿が。これがどんな意味かわかります？同級生がコンビニでアルバイトしていたんです。なんだかね、それ見て悲しくなってきました。俺、相手は高校に通っており恋人もできてることでしょう。ですが自分は幼卒絶賛ニート。あと自分の普段の行動範囲が少なくなっちゃったね。不甲斐ないです。自分が今出してる写真はその時か。ちゃんと買ったんかよ、逃げ帰ったんじゃなくて。ちゃんと買って会話したんだ。カスタードシューには変えがたいと思って買った。次、最後。ゴッドコータ。説明はいらなそうだね。7月ぐらいに初めて買ったウイスキー、木みたいな味してつまらなかったけど、度数が高くコップ2杯飲んだらゲチゲチャになった。まあ皆さんもね、無駄な買い物はしないようにしましょうっていう話です。はい。マジ。ボクチンは、あ、海には出してなかった。ちょっと待って。海にくんのは、ちょっと、出すに値するものなのかこれは。蓋付きのゴミ箱。蓋を開けるのがめんどくさくなり上にゴミを置くようになる。もう終わりやん。終わり終わり。